高校でインテリア系を学んでて、プロの現役のデザイナーさんが教えてくれるということだったので、より知識を深めたいと思いこの学校を選びました。授業はもちろんなんですけど、学園祭とかのイベントを通して、先輩後輩関係なく学科も問わず結構楽しく過ごせてます。ソーシャルデザインです。先生が結構面白くて、もう授業ずっと楽しいんですけど、まあソーシャルデザインなので、街づくりとか社会づくりを、まあ、自分たちで企画するとかで、まあ、企画力も高まっていると思うのでとても楽しいです。難しい授業はプレゼンスキルの授業です。自分が結構人前で話すことが苦手なんですけど、先生がちゃんと一人一人に的確なアドバイスをしてくれて、まあ、自分に合ったアドバイスとか、そのプレゼンする内容のアドバイスを的確に教えてくれたので、本当に今になっては前よりかは全然人前で話すことが大丈夫になりました。この学校の講師の先生方はみんなフレンドリーな方ばっかりで、授業中はちゃんと真面目に話すんですけど、授業外ではめちゃくちゃ気さくっていうか、とても親しみやすい先生ばっかりで楽しいです。将来の夢は内装とかリノベーションとかに携わる仕事に就けたらいいなって考えています。デザインを形にする楽しさを知る学校だと思います。ぜひこの学校に来てください。